皆さんはこの斜面は何だと思いますか？下から仰ぎ見るとこんな感じです。正解は小牧山城の正面にある土塁です。徳川家康は小牧長久手の戦いの際に本陣として大改造しました。しかもこの土塁の後ろにはかなり大きな空堀があります。今見た土塁の内側です。こんなに大きな空堀があり、さらに車の斜面へと続きます。土塁の高さは8メートルで、当時としては日本最大級の土塁だったようです。家康の小牧山城改編のうち、特に大掛かりなものは小牧山全体を堀と二重の土塁で囲んだこと、四角の西側に堀と二重の土塁を築いたことです。先ほどご覧いただいた土塁はこの部分です。信長時代の大手道を横切って作られ、食い違い小口に改められました。城の北側の土塁です。本来は外側にも堀がありました。土塁を内側から見たところです。城の北側の土塁は断面が観察できるようになっています。何種類もの土が積み重ねられていることがわかります。城の北西部の土塁と堀です。現在堀と二重の土塁が残っているのはこの一帯だけです。空堀の上に架けられた橋です。外土塁から空堀と内土塁を見たところです。もう少し南に進んで外土塁、空堀、内土塁を見たところです。内土塁の奥には車があります。南西の小口から中に入っていきます。歌舞伎門をくぐると正面に見えるのが外土塁です。外土塁を外側から見たところです。外土塁を内側から見たところです。城の南東の内土塁を外側から見たところです。現在は内土塁しか残っていません。堀の深さは少し浅く復元してあるそうです。内土塁は復元されたものよりも傾斜が急で、堀の幅は12メートルほどあり、堀底を兵士が通れるようになっていたようで。城の南東隅の小口です。現在は橋がありますが、調査の結果得意な形状であることが分かりました。通常小口の中は車と同じ高さですが、土塁の手前まで堀が掘られていることが分かりました。小口内側の土塁上から見たところです。正面の土塁の手前まで堀が入り込んでいました。当時どのように出入りしていたのかよく分かっていません。この小口の北側にも同じ小口があり、全国的に例がないようです。もう一つの大きな改変が四角西側の堀と土塁の築造です。この東側の車は西側の車よりも低いため、防御を固めるために作られたとも言われています。北極部から見たところです。北端から見たところです。ここにも小口が設けられていました。内土塁、空堀、外土塁です。外土塁の上から空堀と内土塁を見たところです。外土塁の東端から四角部方面を見上げたところです。内土塁
も上から外土塁。空堀を見て、四角部方面を見上げたところです。小牧山城は、信長が金星城郭の元となる城を築き、家康が小牧・長久手の戦いの際、大改造した点で意義深い城です。江戸時代には、尾張徳川家によって厚く保護されてきたため、戦国時代の遺構がよく残されています。復元ではありますが、南側の巨大な堀と土塁は見応えがあります。小牧山城は決して派手ではありませんが、発掘調査に基づき、堀や土塁が復元整備され、案内看板も充実しています。まさに野外博物館です。2019年には、歴史る小牧がオープンし、山上の小牧市歴史館とともに、小牧市、小牧山城の歴史を学べます。これらを見れば、小牧山城の歴史的価値や意味を十分に学べます。